公共的組曲、言うからは、日本の作曲家、早坂文優が作曲した公共組曲。早坂が晩年に執行していた半東洋主義に基づくとされるが、当時日本に紹介されたばかりだったオリビエメシアンの、胃腸の限られた戦法、先方、天下たち、不可逆リズム、鳥の歌を独自に解釈して用いていることが、今日では明らかにされている。このため、 本作は無調に近づくとともに複雑なリズムで書かれている。東京交響楽団の移植により、1954年6月から1955年5月8日にかけて作曲された。作曲者は当時結核に侵されて病床にあり、1955年10月15日に死去したため、この作品が大規模なものとしては事実上最後の作品となった。なお、 早坂文雄は、1937年10月に、近代地京介の日本語訳による、夕らに触発されて、単一楽章形式の小管弦楽曲、夕らを作曲しているが、この作品は1955年の夕らとは別個の作品である。この作品について、作曲者自身は以下のような趣旨のコメントを残している。1955年6月9日、 日比谷公会堂で行われた東京公共楽団定期演奏会で上田人と式により初演。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、イングリッシュホルン1、ビーカンクラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン2、バストロンボーン1、チューバ、ティンパ2、小太鼓、小太鼓、ウッドブロック、トライアングル、シンバル、大太鼓、ビブラフォン、 シロフォン、弦楽五部。六曲からなる組曲である。各曲に副題が付けられている。クラリネットの独奏による58小節の助奏、アレグレット。スナムグリツバメの神反六歌を主題とする。冒頭のホルムの旋律と、それに続くファゴットの旋律が、この曲を構成する基本主題であり、様々に変装、展開されていく。 副長を用いて書かれている箇所が見られる。アンダンテ・ドレンテ・メンテ。月中の同時説はサンタ・トリパイナを主題とする。コントラバスを除いた弦楽合奏のみによる音楽。はっきりとした主題は存在せず、息の長い旋律が続いていく。アレグロ・ビバーチェ。スズメカミ主演の説は、ハンチキキーを主題とする。打楽器群が打ち出す。 土俗的な日本風リズムがオスティナートとして用いられる。木管楽器によるリズミカルな旋律が変拍詞となって盛り上がると、大声ボエに素朴な旋律が現れる。再び盛り上がって、頂点を築いた後、素朴な旋律が受け渡されながら静かに曲を閉じる。モデラート。ピポクの楽の女神シットの説話を主題とする。全体は、間、旧、漢の3部分からなる。 第2曲の2つの旋律が現れ、展開されていくと、わずか12小節の急速な部分を経て、再び緩やかな部分となり、弦楽器に新しい旋律が提示される。アレグロアッサイコンブリオフェローチェ。アラグマを懲らしめる話を主題とする。1小節以上の長い音歌を持つ和音。音歌の短いリズミカルな動き、旋律的要素を持つ音形。 という三つの要素で構成されている。弦楽器と木管楽器の和音が鳴り響き、トロンボ音などの低音楽器がリズミカルに動く。旋律がユニゾンで演奏され、このプロセスが三度繰り返される。リズム音形と旋律断片が展開されて盛り上がると、アンダンテモデラートの静かなコーダとなって曲を閉じる。ありがとうございます。